二人でサマナー業やってるのかな。ジビの迎えはどうすんの。何、子供いるの。めちゃくちゃ見たい。もうそんな時間。早っ。めちゃくちゃいいこの未来。はい、皆さんこんにちは。久しぶりに家にあるマヨネーズを使って、ご飯食べようと思ったらなんか変な匂いするなって気づいたら半年前のマヨネーズだった達也です。半年前だった。よかった、食べる前に気づいて。もうね、露骨に匂いが変だった。皆様もお気をつけくださいということで、今日はねソウルマトリックス、全員行きたいなって話なんですけど、見て見て、ソウルレベルがさ、アローだけ100いってないんだ。で、前回の動画で、リクエストとか、ソウルレベル増やせるパーソナルイベントがあるかなって思って、ちょっと調べてみたところ、なんとね、これ全員100いかないことあるらしい。なんかね、このパーソナルイベントとかをうまく駆使しながら選択肢で調整する必要があるらしくて、なんかね、一周目で100いかない人は結構いるらしいんですよね。なので仕方ないので、アローは第3層で、ミレディとサイゾーは第4層までクリアしてから、このソウルハッカーズ2を終わらせたいなと思います。ということで今日はね、ソウルマトリックス全部行ってきます。まずはアローだね。うわ、レイブンじゃん。どこからか声が聞こえる。こんなものか、アロー。その程度で一人前のサマナーになろうなど笑わせるな。いいか、敵に情けをかけるな。あらゆる手段を使って敵を撃て。いい加減にしろ。そして今、俺はお前の敵だ。本気で来い。うわ、レイブンの、ちょっと厳しい面が見えたね。お、アローがいた。どこからか声が聞こえる。これがレイブンの戦い。このままだと、殺される。逃げて、逃げてアロー。くそ、ビビるな。俺はあんたみたいなデビルサマナーになるんだ。やってやる。結構厳しい仕事を受けてたんだね。お、いた。え、あれサンダルフォンじゃない？行ってきます。よーし。さあ。ん？ここはどこだろう？あ？ああ、レイブン。なんか、腹筋が近づいてくるの面白いな。え？ここまでだな。ずいぶんいい動きだったが、まだまだだな。後ろのやつなんだろう。いや、まだだ。もう一度手合わせしてくれ、レイブン。ずいぶん頑張るな、アロー。当たり前だ。俺はあんたみたいなサマナーになるんだ。めちゃくちゃ慕ってたんだね。そう言ってもらえると、俺もサマナー冥利に尽きるな。だが、今日はこの辺にしておこう。お前に話があるんだ。話？以前と比べて格段に霊力の制御が安定してきている。スタミナもついてきたし、悪魔の運用も的確だ。そして何よりお前は心が強い。わかるか？それはサマナーにとって最も大切なことなんだ。なるほど。お前を支えているもの、霊の約束か。約束？うん、カブラギとのかな。そうか、アロー。お前にヤタガラスから近いうちに正式な辞令が出されるだろう。え、それって
2人の顔が行ったり来たりするの面白いな。ああ、免許開伝だ。お晴れてお前もヤタガラスのエージェントということになる。リンゴが可愛い。俺がエージェント。おめでとう、アロ。ここまでよく頑張ってきた。俺はお前との約束を果たすために、ヒーローになるためにここまで来た。ヒーロー。お前もどこかで戦っているのか、カブラギ。やっぱりカブラギとの約束なんだ。なるほどな。わあ、そっか、ここまでしか見れないんだよな。四層見に行きてー。知ってる顔が出てきたね。ねえ、びっくりしたね。ああ、あの後サマナーとしての才能を覚醒させた俺は、うん、ヤタガラスの使者にその力を見出され、コマドリに転所することになった。コマドリに。そこで俺はレイブンと出会ったんだ。何年か経ってコマドリを出るとき、俺はデビルサマナーの存在を知った。レイブンがそうだということも、うん、世界を良くするためにサマナーとして戦うあの人の姿は理想のヒーローそのものに見えた、うん、レイブンに憧れた俺はデビルサマナーの修行に明け暮れることになる。それがカブラギとの約束を果たすことになる。アローはそう考えたんだね。そうだね。ああ、そしてカブラギもそうだった。ファントムソサイティに内定として潜入した時に俺たちは再会した。そして別れた後どのように生きてきたかを語り合ったんだ。どうだったの？ほとんど同じ人生だったよ。俺がコマドリに転所した直後にあいつも才能を開花させファントムのサマナーにスカウトされたらしい。ほんの少しの偶然が運命を分けたってことか。もし力を開花させたのがカブラギの方が先だったら、もし先に養護施設にやってきたのがヤタガラスじゃなくてファントムのサマナーだったら、お互い立場は逆になってたかもしれないってことだね。俺たちの辿る道は全く逆のものになっていたかもしれない。なるほど。家庭の話だね。アイオンはそういう考え方をしない、いやしなかった。アイオンに時間は存在しなかった。原因があって結果がある。人間が時間と呼ぶものはその連なりに過ぎない。ほう。だけど時間を現在と過去と未来に分けて認識するようになった今なら、あなたの考えていることが少し理解できる気がする。あの時こうしていたら今どうなっていただろうって。ならこうして過去を悔やむことが意味のないことだってのも理解できるよな。そうだね。無意味だと分かっていてなお、それに囚われてしまうってこともね。人間ってそういうもんだよな。なあリンゴ、俺間違ってないよな。あの出来事にどういう意味を与えるのか、それを決められるのは生きているアローだけだよ。そうだね。そうか、そうだな。ごめん、少し感傷的になってたみたいだ。あー、ここで終わり。見たかった最後まで。どれがいいかな。トレジャーハンターでも仲間の取得経験値上げてえな。兄貴肌だ、ね、案外アローって面倒見いいんだね。アローお兄ちゃん、これくらいはな。コマドリのことか。まあ兄弟だからな。それにさ、出たっきり連絡もよこさないやつも多いからさ、俺があいつらを見てやらないと。それはレイブンのため？いや自分のためだよ。わあ、あ、サンダルフォンの合体が解禁された。そりゃ嬉しい。よし、でこの先行くのが、あ、そっか、この先は行けるけど途中で行けなくなって第4層はまあ行けないってことだよね。
そうだね、この第4層まではいけるけど、この最後のこう鍵みたいなところを開けるのはちょっとソウルレベルが100必要ということなので、よし、じゃあ今度はミレディのとこ行こっかな。反応が消失しました。あれ、なぜミレディエリアにアローが。どこからか声が聞こえる。おいおい、お前どこで俺の連絡先を。すまない、きっと迷惑かけたよな。迷惑ついでに聞いていいか、例の大幹部についてだ。上は静観するつもりみたいだが、俺は放っておくつもりはない。ありがとう。だよな、分かってたんだ。そのありがとうミレディ、無事に帰れたら一杯おごらせてくれ。え、アローがミレディのお酒をおごる。え、どういうこと、めっちゃ気になる。おお、今度は才蔵がいる。どこからか声が聞こえる。ちょっといいか。よう幹部様、ご依頼のネタ用意したぜ。まったく、アローの暗躍の裏で自分の話を進めるなんて抜け目ないよな。全部は調べきれてねえが、俺の手が届かないとこは逆にあんたの方でわかるんじゃねえか。気抜くなよ。退き時を見誤るなよミレディ。多分アローが暴れた後は何にも残らねえぞ。なんかみんなと出会う前の会話新鮮だな。お、ミレディいるな。わあ、ほらソウルレベルが100必要なんだよな。進もう。ん、デッカーメン。うわっ、これポールの方かな。嘘。ねえ。ミレディ。本物じゃないでしょ。行きましょう。そんな気がしてたわ。さっさと片付けましょう。わあ、また鉄仮面と戦う感じになるとはな。シルキーとよくわかんないの。まあでも勝てるっしょさすがに。うん、硬い。ちょっと待って、まずはどうする。硬いぞ、ちょっと頑張ってきます。よーし、普通に強かったわ。硬かったなあ。いつ見てもいいなこのミレディの笑顔は。さあ第4層だからな、どんな話聞けるんだろう。誰だ。たくさん、これファントムソサイティのやつらかな。似た顔がいっぱい。これミレディ？万事整いました。カシズク戦闘員。結構。ではこれより D 計画を始める。この服装のミレディもかっこいいな。カビの生えた原理主義者どもに、古い時代はもう終わったということを思い知らせてやりましょう。ヤタガラスのことかな。あ。え？あ？あ？ミレディが仮面は？どういうことこれ。ちょっとちょっとちょっと、本当だ、服装がよく見たら鉄仮面だ。え、何今の。今のは、え、ミレディも知らないの。今のは未来のビジョン。未来、これまでは過去の出来事しか見えなかったのに。え、どの未来。でも不思議ではないのかも。人型にデチューンされてるとはいえ、私もアイオン、脳内の未使用領域には未来を予測演算できるほどのアイオン本来の能力が残されているのかも。え、ミレディが鉄仮面を引き継ぐってこと。もしかしたら無意識のうちにそれが解放されたのかもしれない。ソウルハックするときみたいにね。なるほどね。だとすればビジョンの元になっているのはあなたの過去と
私と出会ってから同じ時間を過ごしてきた現在、そこから論理的に算出された未来が像を結んだのかも。んちょっと何言ってるかわからない。え、未来？うん、私のってことはあれ、私？うん、そういうことになるけど。板についてたね。悪の女幹部。悪って感じだったな。D 計画だって。もしかして C の次だから D？ なんて安直な。ちょっと微妙じゃない？センス。笑いをこらえるな。やめて。よ、鉄仮面。よよ。やめて。本当に嫌そう。何にせよあなたの未来も大丈夫そうだね。心配だったけど。でも私のことだから何しでかすかわからないわよ。確かに。どうする、今のうちに止めておく。まさか。このビジョンが何を表しているのかはわからないし、ビジョンはあくまでビジョン。未来の意味は過去になってみて初めてわかるものだから。なるほど。でももしあなたの未来が私たちの未来とぶつかり合うのなら、その時は手加減しないからね。でもあの未来が見えてるってことは大いなる存在は止めれたってことなのかな。お手柔らかに頼むわ。だけどね、ミレディ、これは個人的な意見だけど、そんなことにはならないと思う。ん？どうしてそう言えるの？なあ。だって今のミレディが出した結論でしょ。あ、私たちと一緒に過ごした時間、その積み重ねから導き出された未来だもの。仲間として信じるのは当たり前じゃない？うん、仲間ね。そうだよ、いい加減認めろ。仲間だよ。あ、面白かった。やるじゃない。リンゴもだいぶサマナーが板についてきたわね。最近動きが良くなってきたわ。へへーん。ほんと？ミレディが褒めてくれるなんて、この調子でもっと強くなれればいいな。いいかしら。でもね、強さだけじゃダメ。戦わなくて済むに越したことはないの。相手にその気力すら失わせるのが理想ね。んー？抑止力ってやつ？ミレディなら睨み聞かせとけば一発だと思うけど。でも。現実はそう甘くない。だから戦う強さを求めるのよ。あー面白かった。え、ってか何？先があるんだけど。第5層があるってこと？あー、リンゴはミレディの魂が見せるビジョンクエストの全てを追体験した。しかしこの先もソウルマトリックスは続く。新たなサマナースキルを手に入れたいのならソウルレベルを高めゲートを開放していこう。じゃあこれはもうほとんど多分2周目とかの要素だろうね。あー本当にまた広大なマップがあるな。まあじゃあ今日はあとは再造のところに行ってこようかな。お、早速ミレディがいるな。どこからか声が聞こえる。ある。そろそろ連絡がある頃だと思ったわ。そうやっぱりね、参考になったわ、ありがとう。ところで最近アッシュはどうしてるの？あんなことがあったのに、あの子も懲りないわね。やれやれね。今度何かあったら私は知らないから。しっかりしなさいよ、サイゾ。なんか、あれだね。リンゴたちが出会う前からなんか交流があったと思うとちょっと、焼いちゃうね。行ってきます。お、今度はアローがいる。どこからか声が聞こえる。よろしくな。了解。じゃあ情報はいつもの場所で。頼んでおいて何なんだが、その無理だけはしてくれるなよ。お前の背負うものはかけがえのないものだ。気をつけろ。お前に何かあったら俺はあの子に顔向けできなくなる。じゃあまた後でな、サイゾ。なるほど。あれ？てかこれも未来のことなのかな。今じゃなく、え、どうなんだろう。ちょっと分かんなくなってきた。見つかりました。お、着いた。また再造の上にいるのはあれ、もしかしてアッシュと戦ったりとかすんのかな。進みましょう。
さあ、誰に変身する？あー、やっぱりうざいだよ。そういうことね。じゃあ、倒してきます。あ、そっか。やっぱりアッシュかよ。我ながらわかりやすいぜ。さっさとあれ倒して、本物のアッシュに会いに行く。いいね、サイゾ。言われなくてもこっちは花からそのつもりだっての。よし、やりますか。よーし。まあ、鉄仮面よりは弱かったけど、普通に強いんだよな。さあ、これもじゃあ、サイゾーの未来が見れるってことかな。うわ、アローの未来も見たかった。ん？宙に浮いてる。シュールな絵だな。真顔で見るな、真顔で。これも未来でしょ？めちゃくちゃ貧乏ゆすりしてますやん。なんだこのシュールな絵は。何の変化もない。お？ガンつけるな。お？ああ、アッシュちゃん待ってるのかな。ダメだこりゃって顔してる。ああ、かっこいい。稲葉うさぎ。お、偵察お疲れさん。なるほど、余裕こいてる場合じゃなさそうだな。行くぞアッシュ、例の心霊マンションだ。あー、二人でサマナー業やってるのかな。チビの迎えはどうすんの。何、子供いるの。めちゃくちゃ見たい。もうそんな時間。はいや。めちゃくちゃいいこの未来。子供いるじゃん。パパになるよ、サイゾー。うわー。表情が。ミレディの悪の大幹部なんかよりよっぽどいいな。任せて。あのくらいの悪魔なら一人で余裕だから。大丈夫？サンキュー、助かる。奥にキングフロストいるな。あ、そうそう、帰りにマンチャで牛乳と卵と洗剤買っといてね。牛乳は低脂肪のやつだろ。任せとけ。それじゃ気をつけてな、ハニー。めちゃくちゃなんか生活習が染みついてるな。あんたもね、ダーリー。うん。その顔やめろ。カッコつけるな。よっしゃ、行くぜ。うわ、めちゃくちゃほっこりする。なんだよ、今の。未来だよ。今のビジョンはあなたの未来。うん。予測演算の元となっているのはあなたの過去と私と出会ってから同じ時間を過ごしてきた現在。そうだね。そこから論理的に算出された未来が像を結んだということ。うん、そういうことらしいよ。こんな未来が俺にも。うん。アッシュがいて、チビがいて、うん、誰かのために戦うなんて未来が。二人がかつて望んでたものが今のビジョンにあったみたいだね。うわー、めちゃくちゃ嬉しい。俺たちが手放したもの、すべてがあそこにはあった。これも世界のための戦いだね。本当だよ。チビが男の子なのか女の子なのか、名前は何なのか、俺に教えてくれ。気になる。あんたらやアローたちとは違う形だけどな。そうだね。けどあんたらと一緒にいた時間があるからこそ選べた未来なんだと思う。未来はあくまで未来。確定していることはまだ何もなくて、ちょっとした要因で大きく変わっていく。今の気持ちを貫かなくちゃ、本当に手に入れることはできないよ。いいこと言うやん。ああ、分かってる。むしろそうでなくちゃやりがいがね。うん。ありがとな、リンゴ。
おかげでモチベーション上がりまくりだぜ。そういえば人のためのサマナーって言ってたけど、アイオンの私たちは助けてくれないの？そうだよ、アイオン差別だ。バカ、そんなの助けるに決まってるだろ。サイゾー、あんたらは特別。うん、友達価格で引き受けてやるよ。なんかもう気持ちとしてはエンディング見てる気持ちよ。友達価格か、覚えとくね。うん、ああ、安請け合いしちまったかな。全権撤回は許しません。あーめっちゃいいじゃん。クリティカルの時に、あ、スタックいいね。ここだけの話だぜ、アッシュを初めて見た時なんてな、舌を巻いて胸も肝も潰れた上に腰も抜かして息を飲んだものさ。めちゃくちゃ表現力が多彩だな。まさにクリティカルってわけね。舌を巻いてるのに息は飲めるの。揚げ足取るな。まあ相変わらずすごい例えだけど。完璧だぜ。子供みたいな小さな口から飛び出す罵詈雑言、オーラやの系列が透けて見える目、世界はおしまいって日の夕暮れみたいな髪色も最高だ。まあ人にはいろんな好みがあるからね。その上、黒が似合うとこも当然捨ておけねえ。いや、アッシュは黒以外も似合っちまう。ウェイトレス姿なんて地味な服装でもお前そんな姿させてんのか。もういいかな。のろけを聞かされた。うわー、ちょっとさ、アローの第4層も見たかったな。なんかね、そう、100届かないんすよね。しかもアローがね、一番なんか上がりづらいらしいんですよ。ソウルバトレで、バトレ、あの、ソウルレベルが。だから選択肢は、まあ、できればアローがこう上がるやつを多めに選んどけばよかったなっていう後悔。よし、じゃあ今日は最後にあそこ行こっかな。はい。マスターとも。いらっしゃい。もうそろそろでお別れか。そう、アローのね、パーソナルイベント一つだけ開放できたんですよね。まあこれでもね、2位ぐらいしか多分上がんないと思うんで、まあ100には届かないと。くぅ、悔しい。あのさ。ねえ、アロー。慢性レルムのタタラタンって知ってる？コンプスミスの、うん、タタラタンだよね。ああ。よく世話になってるよ。へえ。やっぱり細胞だけじゃなくて、アローもタタラタンの店の常連なんだね。そうだ。彼女ほど腕がいい職人はこの辺りにはいないからな。当然の判断だ。タタラタンってそんなにすごいの？ああ。すごいなんてもんじゃないさ。コンプ改造には人並みならない知識や技術が必要だ。世界に目を向けても、コンプの改造を専門にできる人間は数えられる程度しかいないだろう。タタラタンは数少ないその中の一人だ。代わりはなかなかいないさ。意外だね。あの若さでそこまで信頼されてるなんて、いわゆる天才ってやつなのかな？いや、才能だけじゃないさ。それだけで仕事がもらえるほどサマナーは優しくない。ん？どういうこと？知ってるか。実はタタラタンは2代目でな、先代の店主は彼女の父親だった。数年前に父親が死んで急遽後を継ぐことになって、その直後はカンコドリが鳴いていたよ。気になるな。タタラタンの実力が不安だったってこと？そうだな。それもあるが、若いうちは精神的に不安定なことが多いからな。ダークサマナーに感化される不安もあった。ただでさえ父親が死んだ後だ。後を継ぐという重圧もあっただろう。だが、その全てを彼女は乗り越えた。技術を磨き、弱みを見せず、全ての仕事を完璧にこなし続け、そして、周りの反応を変えたんだ。なるほどね。仕事を通して信頼を勝ち取っていったんだね。そうだ。結局のところ、問題は信頼だ。何を信じるか、誰を信じないか、それで世界の全ては回っている。俺はタタラタンを信ずるに足ると思っている。だからこそ命よりも大事なコンプを預けることができるんだ。むむ。なんかその話聞くと、タタラタンじゃなくてタタラさんって呼びたくなるね。確かに。でも俺はタタラタンって呼ぶけどね。気持ちはわかるが、それを本人の目の前で言わない方がいいぞ。一度俺がそう呼んだら、へそを曲げて修理代金を割り増して要求してきた。むしろタタラタンって呼ばれたいんだ。まさか。本気？本当に？はい、ということで
じゃあいよいよ次回はメインストーリー進めていくか。あと1本か2本かわからないけど、確実に終わりが近づいてる気もしますね。いやーでもアローの第4層、まあ未来が見えるんだったら、まあ予測ですけど、多分ね、コマ撮りをなんか継いでるんじゃないかな、レイブンの後を。なんかそんな感じがするな。まあ気になる方はぜひご自身でね、ソウルハッカーズ2を買ってプレイしてみることをお勧めします。なんかね、2週目以降とかはそういった、ソウルレベルとか引き継げるらしくて、なので2週目以降だと、まあなん第5層とかあったじゃん、ああいうところもどん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 いけるみたいなね、そういう周回要素とかもあるみたいなので、はぁ、ということで本日は以上になります。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。ではバイバーイ。